あら、いっちゃん。よかったら一緒に飲まない？そうこなくっちゃ。なんか、いろいろありがとね。え？何が？何って。菜の花のこともそうだし、なんだかんだで助けてもらってばかりだなと思ってさ。そんなことねえよ。助かってるのは俺の方さ。さっちゃんがいねえとおっさんだらけでむさ苦しくてしょうがねえよ。それにしっかり者のさっちゃんがいるから俺も安心して前へ進めるんだ。こちらこそありがとうよ。さっちゃんみたいな素敵な女性に出会えて本当に良かったって思ってんだぜ。やだ、一番くどいてるの？もう酔っ払っちゃった？酔っ払わねえと本音を言えねえほど繊細な男じゃねえさ。ねえ、一番はその彼女とかは作らないの？え？いや、その別にそんなに興味があるわけじゃないけど、ちょっと気になったから。そうだな、もちろん欲しいっちゃ欲しいけど、今それよりもやらなきゃならねえことが山ほどあるからな。全部片付けて落ち着いたら彼女とのんびりするなんてできたら最高だな。ま、俺みたいなバカでムショ上がりの男と付き合ってくれるような子いねえと思うけどよ。そう？私は一番はモテると思うわよ。魅力的に思う子は多いと思う。ねえ、そうか？本当に？ガキの頃からモテた試しがないぜ。一番が鈍感だから気づいてないだけじゃない？ま、癖はあるけど卑下する必要はないわ。一番はだいぶマシな方よ。もっとダメな男は世の中に5万といるわ。自信持って。さっちゃんにそう言ってもらえると心強いぜ。てか、さっちゃんはどうなんだい？え、私？ああ、その彼氏とかさ。さっちゃんモテるだろうから2、3人いてもおかしくねえと思うけど。あのね、人を浮気者みたいに言わないでよ。ああ、いやいや、そういう意味じゃなくて、さっちゃん魅力的だからよ。狙ってる男なんてそれこそ5万といそうだなと思ってよ。まあね、言い寄ってくる人はそこそこいるわ。でも今は特定の人と付き合ってはいないわね。そうなのか。もしかして誰か好きなやつでもいるのか？どうかしら。自分でもよく分かってないけど、まあそうなのかもね。へえ、さっちゃんから好かれるなんて羨ましいな、そいつ。な、どんなやつなんだ？とりあえずバカね。バカ？うん、バカでガサツで死ぬほど鈍感。男友達とつるんで騒いでばっかりいるようなやつよ。え、最悪じゃねえかそいつ。ふん、最悪。でもね、いいところもあるのよ。熱くて仲間思いで、自分がどれだけ傷つくことになってもためらわずに誰かのために体を張れる。ガサツで乱暴に見えることもあるけど、本当はすっごい優しい人なの。へえ、かっこいいじゃねえか。さっちゃんが惚れたんならきっといいやつなんだろうな、そいつ。
そうね。飲みすぎたかな。なんだか眠くなってきたぜ。飲みすぎよ。慢性的に疲れてるだろうし、ちょっと上で休んだら。そうだな、少しだけ休むわ。なかなか起きてこなかったら叩き起こしてくれ。了解。本当に死ぬほど鈍感なやつ。もう毛布もかけないで、風邪ひくわよ。本当にバカなんだから。うん、あ、え、さっちゃん。一番さっちゃん。ふわ、どうしたの。え、さっちゃん、あれ、キスは、え、あれれ、何寝ぼけてんのよ。なかなか起きないから起こしに来たわよ。そっか、夢か。そうだよな、うん。一体どんな夢見てたのよ。ああ、いや、そのすごくいい夢さ。そう、おめでたい人ね。なんだ夢か。はあ、いや、寝た寝た。おかげですっきりしたわ。しかしリアルな夢だったな。おい春日、顔洗ってこい。え、寝起きだろう。顔を洗った方がいい。うん、分かったよ。ちょっくら洗ってくるわ。あいつどんな夢を見たんだろうな。そう、どんな夢かしらね。ふん。